パッてできんぞ、これ。お疲れ様です。まあ、多分視聴者は誰かわからんだろうがね。絶対僕もわかんないですもん。わからんでしょ。はい。困って聞こえるこれ。ちょっと聞こえるかもしれないです。ミッチでした。最近ね、リリちゃんがね、過激すぎる、ちょっと俺に対して。そうですよね。かわいそうっすもん、なんか。その、俺最近さ、本当にちょっとショック受けたのがさ、はい、あれだって、インスタグラムなんて。ちょ、お前もボロカス言ってたな。な。で、ちょっと今日は、リリちゃんに、はいはい、前回も多分あったんですよ。結構前の動画なんですけど、見返してもらえるとあるんですけど、はい、僕と寺西くんが車の中に隠れて、はい、まあ、社長がちょっと車移動してきてくれって言った時に、はい、社長がわーって出た瞬間、リリちゃんがうわっ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 ストリートファイターっていうエドモンの本田みたいな声出しとったまたね、ちょっとね、まあ軽くね、はい、今日それと、もう一個ね撮ったのかなと思うんで、まあ今日は今回の動画は、はい、そのとりあえず車の中でのドッキリ、一応2時からね、はい、リリちゃんと会社で打ち合わせって言って、今1時42分なんですよ。で、結構リリちゃんって10分前に来ることはないよね。5分前ぐらい、だいたいね。そうですね、基本的に5分前ぐらいに来るんで、はい、まあリリちゃんがパッて、まあ見える位置でね、ちょっと俺らも見といて、はい、パッて止まったなと思ったら、ちょっと時間空けてから電話して、本社じゃなくてドバに来てもらってもいいですかっていうので、またリリーちゃんが戻ってくると、リリーちゃんも車止めたら、はい、絶対鍵閉めるじゃん、ね、これ普通じゃん、はい、基本じゃん、鍵閉めるっていうのが、はい、ね、鍵閉めるんだけど、まあ、なんとね、僕ね、今日スペアキー持ってますんで何持ってるんですか会社からもらったもんさまあ会社のものは俺のもの、俺のものは俺のものだからさ、はい、トランクでスタンバっといて、移動する前に、はい、バッと驚かすね。まあ、あわよくばちょっとワンちゃん、どこにチャンスがあったっすか。どこにもチャンスないどこにもチャンスなかったなかったっすね。あわよくばなかった、びっくりしましたもんなさすぎて仕返しするんですか。うん、それ前のドッキリの仕返しでまたドッキリ返すみたいな。そうですよね。うん、僕あんまそういうのやめた方がいいと思います。なんで。なんかそういう思考が戦争を生むんですよ。だって俺戦争してるもん。今日絶対これ脳天買っちゃったらね怖い。ああって脳天買っちゃったらね全然今回、まあ、50分ですよ。え？50分だな。まあじゃあとりあえず待つだけ待ちましょうか。そうまずちょっと来たらカメラ回そうか。はい、絶対やばい。何の疑いもなく入っていきましたよ。どうする、こっちに入っていくんだこっちに入っていくんだ。やばいですよ、マジで。これ来ないですよ。ショートカットしてきた。しましたね。そういうこと？多分。ちょっと回ってみる。回ってみますか。どうしますか、これで前バーってきて何やっとるんすか？わーっつって閉店ガラガラっつってどうしたんお前、バカにしてないでしょどうしたん、うち涙もろいでっしゃろとか言ってうち涙もろいのとか言ってそんな感じ。今日撮影の日か。何やっとんだね。寝そろちょっとリーちゃんに会いたかった。
まあ、でもし。お疲れ様です。着きました。あ、はい。あ、本当ですか。あれ僕今社長の家にカメラ撮りに来て、はい、で社長と喋ったらドバで撮影した方がいい、撮影しようよって言われて。あ、はい。で今からドバとかって来れます？今からなんかあの TikTok の打ち合わせっていうのは。もうそんなええわとか言って、とりあえず動画撮るぞとか言われたんで。そうですね。はい。わかりました。今本社なんで。あ、もう僕もカメラ社長で撮ったんで、そのまま僕直接行こうかなと思って。伸ばし集合って感じ。そうですね。すぐ来てもらえたら、はい。はい。わかりました。ありがとうございます。じゃあ準備したら向かいます。はい、すいません。失礼します。はい。これやばいですよ、死ぬ、マジ死ぬ。来たら教えて、かぶるわ。ちょっとまずいっしょ、これさすがに。殺されますよ。殺されるの、マジ。これも続いたら死ぬぞ、もう10分続いたら。ドッキリっすかね、これ。え？ドッキリっすかね。逆ドッキリ。死んじゃいますよ。社長言ってるかもしれない。社長知ってる。社長知ってますよ、面白い。社長さっき喋った。やってんの？そうです。もうすぐ今日が終わる。やりましょう。マジやばいっすよ。やばいっすよ。まだ死ぬべき時じゃない。まだよかった。忘れ来ないですよ、多分これ寝たら。やりましょう。ありますよ、まだ。ちゃんにドッキリをしたかい、もういいような恋をしたかい。何やってんの。ちょ、見とけ見とけよ、俺携帯見ろ。まだは？どうですか。13分経ってんの。ちょ、気持ち出まして。もう着きました。え、あんま出てないっす。ああ、了解です、わかりました。はい、はい、すいません。はい、します。マスクかぶるよ、俺。そうだ、なんかかぶってできんところ。いい、来た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 。なんで？鍵ってなんで？鍵ドッキリです。何してたんですか、あの。飯食ってました。いや、なんかこの後社長とも打ち合わせしようって言ってたんで、それちょっと資料をガタガタってやって待ってました。やられました。やられた。っていうことですね。っていうか、これ2回目。はい。これ2回目ですよ、私。2回目。2回目ですよ。はい。前もやられたんですよ。はい。何のかなと思って。はい。まあこれええんちゃうって言って、いや、夏場やることじゃなかった。めっちゃ暑かった。やばいですね。ちょっと記憶ないですよ。途中途中。まあそういうことで、まあ今日はいい動画撮れたでしょうか。そうですね。あと子供の車内放置は絶対ダメってこと。そう、それは絶対ダメ、本当に。いや、絶対ダメですよ。行き切れてますもんね。身をもって僕ら実感したんですけど、もう15分でもダメよ。せめて 2,3 分。さあ5分、なんかこんなん子供放置は死ぬぜ。そう、覚えてねえよ、教科書に。もうすぐ今日が終わるって流れてたもんな、頭の中で。まあ今日はリーちゃんのドッキリでしたっけ。はいはい、はい、また今度ね、ちょっと面白い動画たくさん撮っていきます。チャンネル登録といいね、あ、ぜひコメントよろしくお願いします。よろしくお願いします。また見てね。また見てね。